アレッサンドロ・ディアマンティは、イタリア・プラート出身のサッカー選手。A リーグ・ウェスタン・ユナイテッド所属。元イタリア代表。ポジションはミッドフィールダー。1999年に生まれ故郷のクラブである、AC ・プラートでデビュー。エンポリ FC ・アッコフ・フィオレンティーナへのレンタル移籍を経験した後、2004年に UC ・アルビーノ・レッフェに共同保有権が譲渡される。 同チームで1シーズン半プレーした後、2006年にプラートが保有権を買い戻した。2006から07シーズンは3シーズンぶりに復帰したフルスでセリエ C2 を舞台に戦い、31試合で15得点を挙げた。この活躍が認められ、2007年夏にセリエ A の AS リボルノカルチョへ完全一席。1年目から14試合に先発し12試合で途中。 出場したが、クラブは最下位に終わりセリエ B へ降格。2年目はリーグ戦とカップ戦で、計39試合に出場して20得点を上げるなど、攻撃の中心を担い、クラブのセリエ復帰の原動力となった。これにより、インテルナツオナーレミラノをはじめとする国内外のクラブの注目を集め、2009年夏の遺跡市場で、その動向が注目された。 2009から10シーズン開幕直後に同胞のジャンフランコゾラが率いるプレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC に5年契約で完全一席。サポーターによるシーズン MVP 投票ではスコット・パーカーに次ぐ2位に選ばれたがゾラが解任されたこともあり1年で国内復帰を決意する。2010年夏の遺跡市場でブレシア・カルチョに遺跡。遺跡金は220万ユーロ。 32試合に出場し、アンドレア・カラッチョロに次いで、チーム内2位の6得点を挙げたが、クラブは、リーグ19位でシーズンをエセリりビーに降格した。2011年夏の遺跡市場で、ボローニャ FC に共同保有権が譲渡され、2011から12、シーズンは同クラブでプレーすることになった。2012年4月12日のカリアリカルチョ戦では、決勝点となる、 フリーキックを決め、クラブの一部残留を手繰り寄せた。なお、このゴールを祝う際にユニフォームを脱いで愛妻へのメッセージが書かれたアンダーシャツを見せたが、この行為でイエローカードを受けている。2014年2月7日、中国スーパーリーグ、甲州久し大足玉クラブへの移籍が発表された。2015年1月10日、甲州久し大足玉クラブから、 半年レンタル200万ユーロで完全移籍のオプション付きでアッコフフィオレンティーナに移籍することが発表された。2014から15シーズン途中に加入で公式戦15試合に出場して2ゴールを記録していたが完全。2015年8月17日、イングランドのワトフォード FC へレンタル移籍をした。2016年1月13日、 ワトフォードへのレンタルを予定を早め終了し、アタランタ BC にレンタル移籍した。2016年8月29日、パレルモへとフリーで移籍した。契約期間は2年間であったが、2017年8月に契約を解除した。パレルモ対団以降、無所属の状態が続いたが、2018年2月17日、セリエ B のペルージャカルチョと契約した。 背番号は21番。2018年7月13日、リボルノへ9年ぶりに復帰することが発表された2019年7月26日、2019から20シーズンから A リーグ参入のウェスタンユナイテッドとマーキープレイヤーとして1年契約したことを発表した。背番号は23。ユーロ2012準々決勝イングランド戦で、 イタリアの勝利を決めたディアマンティの PK2010 年11月17日、ルーマニアとの親善試合で、イタリア代表デビューを果たし、前半のみで退いた。代表歴わずか1キャップで予選にも出場していなかったが、チェーザレ・プランデッリ監督により、ユーロ2012のメンバーに抜擢される。グループリーグ第3戦のアイルランド戦に途中、出場すると、コーナーキックから、 マリオ・バロテッリのゴールをアシストした。準々決勝のイングランド戦でも後半に、アントニオ・カッサーノとの交代で出場。延長戦ではクロスがポストを叩く惜しい場面を演出し、PK 戦では5人目のキッカーを任されると落ち着いて、これを決め、チームの準決勝進出に貢献した。FIFA コンフェデレーションズカップ2013の3位、決定戦、ウルグアイ戦で代表初得点を挙げた。 しかし、2014年、ブラジル W 杯では2月に決断した、中国一期が、国外組の招集に、消極的なプランで、李監督の激倫に触れ、本大会メンバーから落選した、トップ下でのプレーを得意とする、左利きのファンタジスタ。甲不調の波は激しいが、運動量豊富で創造性も確かと評される。キックの精度が高く、流れの中からでも、 無回転シュートを放つことができる。公衆久惨次第。ありがとうございます。